吸入器とは、主に呼吸器系の疾患を持つ患者が、薬剤の吸入をしたり、スチームの吸入をしたりすることで、その症状の緩和を図る医療機器である。用途、または構造により、ネブライザーとスチーム吸入器とに対別でき、どちらも吸入器と呼ばれることがある。医院、病院など、医療施設で用いる医科向けの大型の吸入器もあるが、 ここでは主に家庭用のものについて述べる。定量吸入器定量吸入器は最も一般的なタイプの吸入器で3つの標準コンポーネントで構成される加圧式定量吸入器。英国ブラックバーンに本拠を置く H&T プレスパートは金属ボンベ及びアクチュエータ部品を供給しており世界医薬品市場の75%以上を占める。計量バルブはアプターや コスターなど多くの企業から供給されている。MDI では薬物は通常、噴射剤を含む加圧ボンベ内の溶液に保存されているが、見学液の場合もある。MDI 容器はプラスチック製の手動アクチュエーターに取り付けられている。操作すると、定量吸入器はエアロゾルの形で一定量の薬剤を放出する。 MDI を使用するための正しい手順は、最初に完全に息を吐き、デバイスのマウスピースを口に入れ、中程度の速度で吸い始めた時に、キャニスターを押し下げ、薬を放出する。エアロゾル化された薬剤は、深く吸い込むことで肺に引き込まれ、10秒間息を止める、ことで、気管支壁や肺の他の軌道にエアロゾルが定着する。一部の吸入器は、 全速発作の場合に即座に薬効を示すために他の吸入器はゆっくりと薬効を示す。ドライパウダー吸入器のチューブヘラータイプ。残りの吸入回数が表示される。ドライパウダー吸入器は定量または設定量のドライパウダー状医薬品を吸入するための装置。ネブライザーネブライザーとは全速の患者が薬剤を蛍光吸入するための器具である。 パウダーの薬剤を吸入するための補助用具も吸入器と呼ぶことがあるが、ネブライザーは液体の薬剤を霧状にし噴霧する装置である。もともと医療施設で用いる大型の装置であったが、家庭用の小型なもののみならず、電池で駆動できる、携帯用の超小型なものも市販されるようになっている。近年では、海外から輸入された製品も多く出回ってきている。 火気道にスムーズに吸入され、薬剤が組織に沈着するように、液滴の小道は細かく、かつ適切なサイズになるように設定されている。ジェット式と呼ばれる方式と超音波式とがあり、前者は高速の空気流を利用して、霧吹きの原理で細かな液滴を作り出すもの、後者は超音波を薬液に照射することで薬液を霧化するものであり、それら液滴をファンによる風に乗せて噴霧する。 ジェット式は強力な空気流を作り出すための圧縮ポンプなどが必要なため、それほど小型にはできない。しかし、超音波式は小型にできるメリットがあり、携帯用ネブライザーに採用されている。液滴の小道が細かすぎるということもあり、それを改良したメッシュ式というものもある。いずれも、使用にあたっては医師に相談し、その指導のもとに用いる。これら家庭用のものではなく、 イカ向けの器具としてのネブライザーは、上気道の疾病の治療にも用いられる。ネブライザーが、薬剤の噴霧専用であるのに対し、これは、スチームの噴霧を専門にする装置である。風邪や声の出しすぎ、タバコの吸いすぎなどで、喉が痛いとき、または、花粉症やアレルギー性鼻炎などの鼻の症状を緩和させる目的で用いられることが多い。これもネブライザー同様、構造としては、 ジェット式と超音波式がある。ただし、ほとんどの器具がジェット式であるためか、実際にはジェット式との名称は用いられていない。また、噴霧のための空気流を作り出すためのポンプやファンは用いられておらず、圧力鍋のような密閉容器で湯を沸かすことによってできる高圧の水蒸気を利用している。その熱い水蒸気流によって、別体の容器に入れられた水を吸い上げて噴霧し、 適温のスチームを作り出す。過去には、現在のような電熱を利用したものではなく、アルコールランプを熱源とした製品もあった。一方の超音波式は、超音波振動子によって破砕された液滴を、ファンの風に乗せて噴霧する。ただし、その霧は噴霧される前に、電熱ヒーターによって適温に温められる。温熱ネブライザーとも言う。メーカーによっては、自社の製品を、 スチーム式と超音波式と呼び分けていることもある。蛍光吸入専用のネブライザーとは異なり、花で吸入することもあるため、紛失の向きを変えるなど噴霧口にメーカー独自の工夫がなされたものがある。2007年現在は生産終了となっているが、過去の製品には微吸入専用のものもあった。いずれも薬液の吸入には適さない。また、 全息患者が発作時に用いるのも不適当であるとされる。イコ向けのスチーム吸入器としては、やや大型の兄弟式吸入器がよく用いられてきた。鼻向けとしては、局所温熱治療器リノセルムという装置がある。薬剤ではないスチームが、疾病症状、または不快感の緩和に有効な理由はいくつか考えられている。それは、例えば単純に乾燥した喉や鼻を潤す。 効果である。また、幹部を適温に温めることによって、血流を盛んにし、炎症などを早く沈める、免疫力などが上昇する、菌やウイルスを滅菌したり洗い流すなどのことも言われている。特にアレルギー性鼻炎に対しては、43度のスチームが効果的であると言われてきたが、38度のスチームでも効果があることが確認されている。43度のスチームは、 アレルギー症状を起こすケミカルメディエーターであるヒスタミンが肥満細胞から有利するのをよく抑えると言われてきたが、いくつかの実験研究により効果があるのはそれだけの理由ではないと考えられている。そのアレルギー性鼻炎の微症状の緩和は、スチーム吸入後1時間程度は持続し、主に微平の改善に効果があるが、微重等も抑制することがわかっている。ただし、 その改善の度合いは低く、効果がないばかりか、反調作用として、症状悪化が見られる場合もある。しかしながら、薬剤を用いないため、妊婦などの花粉症の治療として第一選択になる。極小温熱療法という。噴霧するスチームは、真水であっても、副作用などはないとされるが、生理食塩水であることが望ましい。しかしながら、器具によっては、 食塩水は使えないとの注意がなされているものもある。使用後に食塩の結晶ができて、ノズル等を詰まらせるからだとされる。スチーム式加湿器のような構造で少量の湯を明かして湯気を吸う美顔器兼用のものも市販されている。また、加湿器兼用のものもある。日本では市販されていないが、海外では大きなマグカップ様の容器に湯を注ぎ、吸入マスク付きの蓋をつけて、 湯気を吸入する器具もある。いずれも蒸気のスチーム吸入器に比してスチームの量は少ない。また、この装置が出すスチームは文字通りの湯気であるので生理食塩水などの使用は意味がない。外部動力を用いない吸入器として粉末の薬剤を吸入するものがある。グラックススミスクラインのアドや等。このタイプは規定の回数吸入したら容器ごと破棄する。 使い捨て式でもある。また、現在では市販されていないが、小型電動ポンプを用いた、スプレー式のものや超音波を利用した、携帯用吸入器もあった。これらは水を噴霧しているだけであり、温かいスチームが出てくるわけではない。ありがとうございます。